ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。コンジーニアス土曜の夜、カズミです。よろしくお願いします。一つ吉永に、まあ、今回もね、春日さんタンクトップで、やっていただけてる。もちろんそうです、外れないですよ、もうね。はい、もうそのユニフォームになってます、自分の、カズミンの。なるほど、春日さん、何じゃこれ。今日はちょっとクマがありますけれども。そうですね、もしかして寝てない感じ。はい、寝てない男ですね。寝てない男、寝てない男子、寝てない男子、わかりました。やらせてもらってますけれども、さあ、まあ今日もですね、オールナイトニッポン始まりましたけど。そうですよ、始まりました。それもちろん、先ほどですね、雑誌の写真撮影をしておりましたけれども、ああ、やりましたね、日本放送内で。はいはい、いろんな、雑誌とかで写真撮るじゃないですか。撮りますね、求められてますね、春日は。で、いや、私も求められてることになるんですけれども。確かに確かに、カメラマンさんに写真撮ってもらうときポーズのね、要求がいろいろあったりするじゃないですか。まあそう、動きないとつまらないからね。いや、まあ確かにさ、今日はちょっとね、春日さん、腕を組むように指示されたの初めてですね。ああ、我々二人がね、だから恋人みたいに、はいはい、腕を組むってことですね。はいはい、そうなんですよ。ございましたね。で、まあ結局組まなかったんですけども。クマなんだな。そりゃクマなんだよ。いや、そうですね、30のね、おっさん同士がね、そうなんですよね、ってのありますけれども。で、ちょっと一つご相談なんですけれども、解決しましょう。お笑いのこう雑誌で、アイドル的な側面の、からアプローチの雑誌があるじゃないですか。ございますね。まあ、来年虎年ということで、そうです。この間あったんですけども、虎のこうかぶり物ですか。まあ、帽子みたいなやつ、ね、そうなんですよ、で虎のかぶり物をかぶって、笑顔で、手をこう招き猫のようにガオーってガオーってくださいって言われて、私ちょっと、もうかなり拒否反応が体から出てしまいまして。まあおじさんだからね。で、これ笠井さんに聞きたいんですけど、やるのが正解なんですかね。いやいや、やる以外の選択肢ないですよ。あ、やっぱそうなんですか。それをだって欲してるわけだから、はいはい、それを欲して出張ってるわけだからね、こっちの元まで。そうなんですよね。おー、やり方っていうのがありますけどね、ただね、やり方が、その可愛く全力で可愛く行くのか、はい、それともそのリアルトラで行くのか、はいはい、とかいろいろやり方ありますよ。そうなんですよ。もうやらないってことはないですよ。なんですよね。で、可愛くやってくださいって言われて、はい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 、強烈なブレーキ音が聞こえたんですよ、僕の心の中から。もうスリップするかどうかの。もうタイヤの跡バッチリ道につく。おい、ここ事故あったじゃないかみたいな。そうなんですよ。で、まあ時代的にちょっととんがってたことが面白がられちゃう時代じゃないですか。ああ、まあちょっともうね。うんうんうん、うん、ありますよ。で、例えば虎の被り物が可愛いんですよ、また虎が。可愛かったです。クリックしたね。で、いや、それをね、じゃあやりませんって言ったら絶対アウトなんだよね。いや、それはアウトだよ。何とんがっちゃってんのっていう風な。バババババってなるよ。そうだよね。もうそういうじゃないですよ。前時代的な匂いがしちゃうわけでしょ。うんうんうん、で、やったらやったでどうなの。俺が満面の笑みで、いや、マジでアイドルのような笑顔でお願いしますって指示、真顔で出していくんだよ。いや、それ求めてるからね、そういう指示は。それは俺、じゃあお前さ、じゃあお前が本屋行くわな、そのアイドル系のお笑い雑誌手に取るわな、開くわな、虎のぬいぐるみかぶりかぶって俺が手をこうやって笑顔だったら、お前どう思うわけ。もうだからそっと本を閉じるよね。閉じて、なるべく奥の方にその雑誌を置いて。いや、そうでしょ。いや、俺は、だから T に、うん、そうやって、ね、T って、あ、そうそう、春日に、うん、そう思われ、春日にじゃなくて、春日のような人に、そう思われるの怖いですよ、俺は。だから、はい、だからもう、それも100か0だから、可愛いっつっても、だからもう本当に可愛くいけばいいんじゃないの。どういう風に。なんつうのかな、こう、中段でこうね、笑顔で、このガオじゃなくて、うんうんうん、もうなんか、すげえ体がさ、横に反ってるみたいなさ。うん、え？こう、ぐーっと起きてくる、もう、笑顔ももうだからもう本当、いや、くしゃおじさんみたいな笑顔で。え、それか、やらないかの二択？まあ、そうだろうね。だから、
本当にだから0か100ですよ。60ぐらいでやったら一番こうきついわけですよ。いや、そうで結局、ちょっと迷った挙句、浅めに被った写真を撮ってしまった。いやー、それは無駄な抵抗。それは無駄な抵抗。誰も気づかないよ、それ。あ、そうですよね。うん。いや、どっちも泥沼の、あの、ウルトラクイズで言うと、あの、丸抜の、どっちも泥沼のやつなんですよ。正解なしの。全力映画もきつくてきつくて。まあ、で、きついと思わないのかな、あの、他の芸人さんもやってるわけでしょ、だって。まあ、やってるでしょうね。あれ、どうなんだろう、みんな。全然違和感ないのかな、やってて。まあ、違和感がゼロってこともないんじゃないですか。いや、お前はいいじゃん。なんかその、春日が、また自分のことをかっこいいと思って、やってるみたいに見えるから。まあ、そうです。春日の場合は何用でもやりようがありますよ。ですよね。もう、リアルトラで言っても、まあ大丈夫。何も言わない、ないですし、うんうん、その可愛さ100で言っても OK ですし。そうですよね。うん。ブレーキは、ブレーキ音は何なんですか、僕のこの。まあ、だから、その、自分の、その、キャパシティを超えてるってことでしょ、うん、なるほどね。その場合は、バランスっていうのは大事なんですよ、若林さん。はいはい、はい、はい。だから、その、春日で言うところの、うん、その、いい感じの番組に出るときに、うんうんうん、まあ、まあ、あれですけど、うんうん、その、ファールカップ入れるみたいな、うん、自分の中でのバランスですよね。いや、でも前もね、うん、バラを口に加えてくださいって言われて、で、まあまあ、聞こえてたんですけど、口に、うん、なんか何気にちょっと無理なんで、こう、バラをこう、種田のバッティングホームのようにこう思って、なるほど。いや違いますって言われて、うん、そりゃそうでしょ、それは。口に加えてくださいって言われて、うんうん、で結局加えたんですけども、うん、あとなんか発泡スチロールでできたでかい星を抱えてくださいって。じゃあさ、ちょ年齢がさ、うん、中途半端なの31歳って。なるほど。20代前半、真ん中から前半までだったら全然いいじゃん。まあね。ツヤツヤしてるしさ。で、35歳ならおじさんが調子乗ってってなるじゃん。なりますね。中途半端なんですよね、31歳っていうのがまた。確かにね。だから、その、伝わらないってことでしょ、うん、その、見てる読者の方に、うんうん、その、本当にノリノリでやってんのか、はい、その、ちょっとね、おふざけでやってんのかが、伝わらないってことでしょ。そうそうそう。だから、どっちも無だろ、なんかそうね、うん。だったらもうあれだな、うん。眉毛を太く描いて写真撮るとか、そういうことになってくるんですか。それ解決、有効な解決策なの、それ。うん、眉毛がキリッとするわけじゃないですか、目元が。意味わかんない、それ。吉住さんみたいな。必要以上にこの目元がキリッとした状況で、撮るとか、うんうんうん。なるほど。うん。そういうパターンなんじゃないんですか。わかりました。じゃあちょっと考えてみます。春日さんは嫌なことはないですか、うん、写真とか撮ってて。写真とか撮ってて。まあ、あんまりないですね。春日だってあんまりその、怒られてるか、注意されないもん。いくら何やケツ突き出しそうが。いや、そうだよな。うん。いや、だから俺、気にせようが。いや、俺はもうだからなんかグレーゾーンなのが嫌なのよね。やるのも、どうかと思うし、やらないのもアウトだし。やらないのはないですよ、だから。あ、そうですよね。もうだからもう、あれ、シャツ全開にすれば、前。まあ、シャツ全開。シャツ全開にしてさ、うん、その、なんつうの、その、うん、セクシーな感じにしたりすれば。こう、前出して全部。セクシーな。うん。あなんていうの、その、ゴーヒロミさんみたいな感じにさ、うん、するとかさ。いや、それは、それでもとんがっちゃってるよ。それはとんがっちゃってんの？うん、それはやっちゃってるね、多分。はあ、うん。誰かをイメージしてやればじゃあ。イメージ？うん。例えば。例えばガクトさんだとか、そういう自分の中に、うん、すごいかっこいい人。かっこいい人。うん。どっちかだからね。なるほど。うん。わかりました。ちょっと打開策考えてみます。ちょっと楽しみにしてますよ。はい。この先写真見るのが楽しみですよ、あなたの。僕の写真もですよね。どう解決したのかと。はい。自分の中でね。そうですね。うん。でももう、僕、浅めに被って真顔の虎の着ぐるみしたの、うん、撮ってますからね。でも、ディズニーランドのロケ行った時に、耳のついた帽子を被ってくださいって言われた時は全然良かったんですよね。なぜなら超楽しかったから。どういうことなんですか？わからんよ。意味がわからんよ。そのラインがわかんない。ラインがわかんないんだよね。そのラインが。それは。いや、ラインがわかんないんだよな。だから。だってよ。いや、もちろんハゲヅラなんか全然被りやすいですよ。虎の可愛い。ぬいぐるみ。虎の可愛いぬいぐるみ、着ぐるみなんて、ハゲヅラの800倍きついですからね。とんでもないハゲヅラですからね、あれは。ハゲヅラきついって言ったら、もうその芸人やってる資格はないぐらいの話になりますから、ハゲヅラはわかりますけども、うん、ディズニーランドで被る、その、被り物とどう違うか、その。
可愛さで言ったら同じぐらいの可愛さの帽子でしょ、だって。うん。いや、これは相当、いや、春日さんね、片手間で今話してるけどね。これ相当根深い話だよ。だって俺、わかんねえもん、ディズニーランドの帽子はあんなにノリノリで被れたのは、なぜか。それは、そのディズニーランドという雰囲気がそうさせんのかね。なのかな。じゃあ。うん。お前、被れない帽子ないか。お前逆に、あれとかの方がきついのかな、ファッション誌にかっこいい格好で乗る方がきついのかな。それきつくはないですよ。きつくはない、春日は。あ、ない？うん、だって格好つければいいんだもんだって。あ、そっか。うん。羨ましいな、なんか。そう、きつい写真で別にヌードも全然撮るし。鼻メガネは？あ、逆に鼻メガネはちょっと、厳しいかもしれない。あれとかの、タスキの今日の主役っていうやつ。あれはどう？あれの方がちょっときついかもしれない。あ、そう。もしかしたらその虎の被り物より。あ、そう。うん。だよね。そう、全力でボケ。いや、俺マジで、虎の可愛いぬいぐるみ被るんだったら、ええ、デーモン小暮になる方が絶対いい。まあ、うん、デーモン小暮メイクはまあいいですよね。いいよね。なんだろうな。そのラインがわかんないよね、理由もね。わからないな、本当に。そう、ディズニーランドで、その虎の被り物の写真を撮ったりすれば OK なのかね。かもね。うん。いや、俺、ほんと言うと、超嫌なんだよ。ほんと嫌なんだよ、俺。いや、でも、絶対わかんだよ。もう今やね、うん、時代的にそんなの嫌がってる時代じゃないのが、もうわかんの、うん。まあまあね。な、つけやなんだよ、ほんとは。助けてくれよ。やめて、ちょっとそのオープニングから SOS を発するのは。ほんとにもう大変なんだよ、もう。モールス信号すげえ出す。誰も来ない。誰も助けに来ない。誰もな、味方になってくれない。誰もわかるって言ってくれないんだよ。土屋なんか結構ノリノリで被るんだよ。土屋分かってくれると思ったら。いや、土屋くんは被るだろうね。嫁に褒められるかもしんないみたいなこと言って多分被りますよ、男は。だよね。ノンスタの二人も全然平気だよな、多分。まあ平気なんじゃない？井上くんなんか平気だよ。井上くんなんか特に平気だよな。U字工事被ってても違和感ないもんな。ないね。うん。え、俺被ってんのって、全然違和感ないのかな？見てる側はないよね。わからんね。じゃあもうやれっていう話で仕事だろお前。いくつになったんだって話だな。確かにそうさ。でも、すげえ嫌なんだよ。もう悩み続けてる。そこをなんとかお願いしますよ、わかりました。すいません、なんか、のっけから。いい。なんか愚痴っぽくなっちゃった。いいんだ、いいんだ。こういうの、その言ってこう、どんどん。はい。うん、このレディオでは。どう思ってんだろうね、リスナーの人の、あれも聞きたいですけど。まあ、意見聞きたいよね。はい、はい。そういうの待ってるっていう人もいればね、うんうん、ちょっと若林さんやめてくださいと、うん。前々から思ってましたっていう方もいる。いや、あれは、バラを例えば加えてるとするじゃん。したら、俺がバラを加えてるって思われるわけでしょ？はい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 。じゃあ、あれじゃない、だから、その、3年後、5年後を見据えていこうよ。いや、だから、それは、すげえ待たなきゃいけないじゃん。5年ちょっと待とうよ。したら、30歳の頃にこういうのをやってましたっていう、感じの、うん。いや、いや、それはもちろんそうしたいよ。うん。そのために今、種まいてるみたいな。だけど、今、すげえ嫌なんだ。何かでも発散してくれじゃん。もう腕とか組むとか好きなんだよ。で、春日が嫌なんじゃないよ。これはすいません。ほんとに。それはわかりますよ、それは。嫌なんだって、すげえ近づかすじゃん、俺と春日のこと。なんか知んねえけどさ。なんでなの？いやー、それはだからさ、まあわかりますよ、その気持ちというのももちろん。うん。だからもうちょっと将来のためにさ、タイムカプセル的な。いや、俺は後悔してるよ。なぜお前と笑い合っちゃったんだろう。まあまあ、発端はあそこですわな。うん、まあまあね、すいません、のっけからね、リスナーの皆さんにも申し訳ないですけども、うちを聞いてもらって。さあ、今日も、オードリーのオールナイトニッポンやっていきましょう。もちろん。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治製菓、大阪芸術大学、日本音楽著作権協会、呉工業、以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りいたします。さあ、今日の1曲目です。火曜日のオールナイトニッポンを担当しているポルノグラフィティさんの新曲です、ポルノグラフィティでアニマロッサ。
ドリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールはがきを募集中でございます。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで皆様からの温かいメールをはがきお待ちしております。ナイチよ振り絞れ。ジーニアス英語辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。いや若林くんね、本当にね、はい、落ち着きましたか、あなた一旦。はい、落ち着きました。お願いしますね、本当に。水をね、口に含んだんです。落ち着きました。すっと落ち着いた。すっと落ち着きました。なるほど、水ってのは偉大だね。はい、なんか応援メールがいっぱい来てるみたいで何を応援されちゃってるんだっていう、本当に皆さんに、リスナーの皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあまあね、でもそういうのはやっぱ話していった方がいいですよ。理解者も欲しいですよ、ただ。まあ、ね、なんかいろんな意見を募集していこうという話じゃないですか。はい、すいません。で、まあね、その、まあ、腹が立つというか、まあ、そういうこともちょっと最近、カスミにもありましたけど、ね。珍しいですね、あんま怒んないのに。まあまあ、家の話なんですけれども、はいはいはい、はい。あの、ほら、この間さ、あの、クイズマンに出たじゃないですか。はい、収録したでしょ。はい。あの時の、資料がさ、はい、送られてきたじゃないですか、家に。はい。おのおのの。はい。資料が、はい、まあ、カスガの、カスミの家にも送られてきたんですけど、うん、ポストの中にね、はい、入れて帰ってくれたらしいんですよ、業者の方が、はい、でまあカズが家に帰って、はい、そのポスト開けてみたら、はい、不在票しかないわけ。ほうほうほう。まあ、DVD ですよ、資料の。ほうほう。DVD がさ盗まれててさ、だからそのポストからちょっと出てたらしいんだよね、大家さんが見せたらしいんだけども、うん、入れる様をね、業者の方が、うん。それは立派な犯罪ですよ。そうなんでございますよ。ついにね、はい、そういったことが、はい、起きまして、はいはい、非常に今腹が立ってるんですよ。それないですもんね、春日さん家の郵便物だけは、特例的に犯罪にならないなんていう法律はないですか？ないですよ、はい。以前ね、そのポストの中が、はい、なんか噂の、あれですけど、はい、写真撮られてね、シャネル撮られて、そのポストの中身がそのネットで流れたみたいな。何やられてんだよ。それ以来ね、今あんまそういう芸能人の人いないよ。いないでしょ。だからそれも何もかもお前の家が地図で出るのがいけないんだよ、検索すると。この間だからナイツに聞いたら、ナイツの二人にやってるじゃないですか、思いっきりドンか、思いっきりドンで、そのヤフーの検索ランキングみたいな、毎週やってるらしくて、それの毎週毎週8位か9位ぐらいの検索ワードで、オードリー春日家っていうのがね、毎週入ってるっていう。だって森さん中の黒沢さんと会った時に、なんか、なんか聞いててくれて、うん、春日さんの家って、春日家って検索すると、本当に出ますね。調べてくれたんだ。うん、言ってましたもん。そうそう、そうやってね、うん、まあ出るからいいんですけど、はい、まあまあそんなんがありまして、はい、まあまあ、もうそれはもう出てこないからしょうがないんですよ。うん、で、何回もこのね、そのラジオで言ってますけど、うん、その、つまらないいたずらはやめてくれと、はい。うん、言いましたよね。言って、で、はい、実際に数が減ったわけですよ。あ、減りましたよね。うん、まあ、大喜利にしたらね。そうそうそう。うん、まあ、ありがたい話なんですけども。うん、でね、最近ね、まあ、多分ラジオを聞いてない方だと思うんですけど、はい、最近ね、よくされるのが、うん、クリスマスの飾り付けをね、うん、よくされるんですよ。なるほど。うん、なんかその、うん、家に飾る、なんかその、うん、なんですか、銀色かなんか、うんうん、なんかシャワシャワしたような、はいはいはい、飾り付けとか。嬉しいことですね。ね、この間、家出ようと思って、ガッとドア開けたらね、はい、なんか引っかかったの。したら、ピンクのクリスマスツリーが倒れててさ。チカチカ光るやつが。もう光るやつね。光るやつね。でもクリスマスの飾り付けは、はい、ちょっとなるべくやめてほしいかなっていうのがあるんですよね。うんうんうん、あんまりこうね、面白かったりするものでもないじゃないですか。まあまあね。うんうん、あるでしょ、はいはい、でまあちょっとおって思ったのが、はい、家の前に少年ジャンプがね。少年ジャンプ。うん。2006年ぐらいの少年ジャンプが、30冊ぐらいあった。
ードがあって。まだ中途半端っすね。うん、そんな前、まあな。懐かしいって思えるほどの昔じゃないし。アイシールドがまだ王城と戦ってた頃ですよ。ああ、あの頃ですか。あの頃ね。はい、とか、あと、家帰ったら、はい、ドアのところに、死者もあるじゃないですか。死者も。死者もが貼られてたりとかありまして。セロテープで？セロテープで。うわあ。でもその食べ物部門で言ったら、コンビーフがやっぱ一番、ね、コンビーフのその缶の下をこうやってね、取って、そのままベチャッと貼られたって一位なんで、はい、食品部門ってのはもう多分コンビーフを超えられないと思うんですよ。なるほど。食品部門はもうちょっとやめていただきたいかなっていう。ピザにするっていうのはダメなんですか？ソース塗って、チーズベターって塗って、サラミをいっぱい貼って、で、バーナーで焼いとくっていう。それダメですよね。それいいなぁ。それでいいなとか言ったらダメだよ、そんな。いや、でも、あなたが言っちゃったからダメですよ。ああ。そういうのいいね。いいよね。だって家帰ったらドアがピザになってんでしょ？それ最高じゃない。ハーフ&ハーフになってる。よりよく食べようとしてるわけでしょ、うん、ナゲットと外国のコーラも置いてある。それいいなぁ。それぐらいしていただきたいですよ。ああ、そうですか。そうかね、この間、まあ、あったのが、家のドアを何か見立ててあるっていうシリーズで言ったら、はいはい、家のドアにね、はい、真ん中のあたりに、はい、なんていうんですか、トイレットペーパーが付けられてたっていうのが、うん、だからトイレみたいよ。なんていうんですか。それいいじゃん。それはよかった。ロールがついてるってことでしょ？おう、それいいじゃん。玄関それトイレになってると思う。それラジオネーム誰の？いや今度からいたずらする人はいたずらの横にラジオネームを書いていってほしいですね。ラジオネーム書いていただきたいな。したらもう紹介するから。うん、ね、でもう一番、うん、もうちょっともうなんかまた初心に帰ったというかね。うんうん、おって思ったのが、うん、多分もう一周したんだろうね。はい、いろいろやってって、はい、家帰ってポストあるじゃないですか。はい、ポストの名前書くとかでしょ。春日って、うんうん、名前書くところに、うん、バカって書かれてる。一周しましたよ。ああ、いいですね。そこがシンプルなのかね。ラジオネーム書いてるのかな。うん、それぞれいただきました。オールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、春日さん、私の虎の被り物発言が波紋を呼んで、メールがたくさん来ております。ああ、もらってる。ラジオネームはるちゃんまんさんからいただきました。ほう、若林さんに写真集出してほしいです。ほう、メイド服とか何でもいいから着てほしいです。それはどういう側の意見なんだろう。もう一件来てますね。ラジオネームなまら北海道さんからいただきました。虎の被り物すごく似合うと思いますよ、うん、ぜひぜひ見てみたいです。ほら、やっぱそういうね。俺のメッセージはこんなにも届いてないですか。届かないなぁ。届かないなぁ。子役の始球式ぐらい届かないね。届かないねぇ。何バウンドするんだよ、ちょっと待って。俺は、てっきり分かりますっていうのが、うん、オードリーのオールナイトニッポンなんで来てくれると思って、今聞いたんですよ。したら、はいはい、メールの件数、うん、虎の被り物に関するものの、1割に満たないらしいです。分かるっていうのは。あ、そうや、それがね、それが世間の声ですよ、若林くん。そうですか。ええー。まあ、新たな気持ち、私はわかりますよ。何がですか。いや、そのね、厳しいって言うのが。ええ。だけど、やっぱり世間はそうじゃない。そうじゃない。待ってるの。だって、もちろんそれ、だって、需要があるから、うん、やっぱりその編集者の人に求められるわけで。うん。うん。そういうことだよ、だから。いやいやいや、そういうことなのか。そういうことですよ。そうですか。うん、昔、ドラゴンアッシュさんがね、ええ、まあ、二十歳ぐらいの時ですかね、ドラゴンアッシュさんが。うん、歌番組に出て、ええ、あれ、なんていうんですか、もともと音が仕込んであること。音が仕込んである。音、カラオケになる。カラオケじゃなくて、うん、ほら、口パク、はい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 、口パクが出てこなかった。ひどいよ。もう水を飲んだら方がいいんじゃないのか、またスッとする。口パクで歌うっていうことに、反旗を翻して、マイク、ハンドマイクを逆にして、
歌ったことがありましたよ。ほう。で、私も虎のぬいぐるみを裏返しにして被ってですね。それはね、伝わらない。伝わらないし、有効な手段ではないね。うん。それもね、また、年のくせにね、そうよ、なんか、やればいいじゃんって思われる時代だもんね。それはもう普通に、そのカメラマンの人に、すいません、若林さん、ちょっと表に戻してもらっていいですかって言われるだけですよ。袋小路だ。俺はほんと今日ほど、さかなクンを尊敬することはないね。確かに、あれはほんとね。さかなクンと、ラッキー行けたね。なかなかできんよ。いや、ラッキー行けたらできんだよ、俺は。上路だったら。まあまあね。うん。うん。ラッキーゲラの格好してってのもノリノリでやりますよ。まあそうですね。可愛さはないからね、あそこ。うん。うん。いやもう本当にね、どんぐらい嫌だかっていうとね、うん、もう虎のね、あれ被るからだったらね、もう春日のブリーフ被った方が全然、春日のブリーフ被って5回深呼吸できるわ、俺。じゃあちょっとやってもらうじゃないかって話になってきちゃいますよ、それは。あ、そうですか？それはやっぱりだから、さっきも言ったけど。ちょっと1割の方のメールも読ませてくださいよ、後で。なんでダメなんだよ。ダメです。それはもうスタッフさんにはダメという。そこでダメですって答えが書いてある。ダメですよ、それは。袋小路じゃん、これ。いや、そこで、やっぱその意見を読んで若林さんが安心してほしくないってことですよ。わかりました、いや、俺わかってんだよ。やんなきゃいけないのも。このご時世的にも。うん。それだけはわかって。だから、すごいグレーゾーンな、どっちも泥沼なんだって、このクイズ。どっちの幕を勢いよく破っても泥沼なんだもん。だから将来の自分にその残しておくそのタイムカプセルみたいなもんでいいじゃないですか。お前かっこいいわ、また。超かっこいいわ、お前のそれは。なんか、所ジョージさんみたいなスタンス。本当に。フィギュア作ってやろうか、バカ野郎。阿佐ヶ谷ベース作ってやろうか、本当に。まあまあ、そういうことでね、ちょっと僕もお話ししたいことがあるんですけども、どうぞどうぞ。虎のぬいぐるみの被り物とは、対局にある、全部嘘の話になりますけど、ね。出ました、全部嘘。大好評放送賛否両論番組でね、もう有田さんが毎週見てくれてるという嬉しい、まあ確かにね、よくわからないっていうね、あの声もいただきますよね、あれはどういう番組なんだっていうね。あ、本当ですか。そうですよ。あれですもんね、あの全部嘘は、あの僕と春日さん初めての経験ですけども、まあ一応ドキュメンタリーコント番組という括りですから、お笑い番組ですよ。お笑い番組大きく分けると、はいはい、お笑い番組にもかかわらずですね、ロケしてるとね、お願いだから面白いこと言わないでくださいっていう抑えてくださいっていうね。大喜利の面白さ、ボケやめてくださいっていう。ドキュメンタッチですから。でもやっぱり途中から見たりするとよく分かんなかったりするらしいんですよ。内容が。1回目の放送の時に、私その米倉というね。やりましたね。神と呼ばれる男ってやったんですけど、放送終わって10秒後ぐらいに、アンバランスの山本さんから電話かかってきて、今テレビ見てたんやけど、日本テレビで、お前にすげえ似てるやつ出てたで。いや、あれ、僕なんすけど、つって。いや、らしいね。途中から見たから分からへんかったわ、みたいな。らしいらしい。なんか、当初で、オードリー若林そっくりの人が出てた農業のドキュメンタリーを見たんですけど、あれがやらせだというのは視聴者にも分かります。バカにしないでくださいとか来るんですって。あ、そう。確かに説明もあんま確かにしてないもんね、放送中に。でもあの番組はすごいよな。返し、粋な返し、これやめてくださいって言われるもんね。ああ、そうですね。うん、一般の人っぽい感じのことを言ってくださいっていう。だからすぐに答えたりしなかったりするもんね。でね、俺この間農業の会っていうのをやったんですよ。まあ、見てる方はわかるかと思うんですけども。で、小沢ひとしさんという俳優さんと、もうずっと共演する物語で。で、小沢ひとしさんは、まあ皆さんに分かりやすく言うと、こう、竹内力さんとか、相川翔さん的な、こわもての俳優さんじゃないですか。でも僕もちょっとビビってたし、スタッフさんもみんなビビってたんですよ。で、小沢さん到着しますと。みんなで挨拶しに行きましょうと。で、僕一人で先撮ってたから、小沢さんに挨拶しに行って、車から降りてきたら、T シャツに、タトゥーの柄が書いてある、ロンティー着て、降りてきて、で、怖い役を小沢仁志さんがやるっていうことで、全部嘘で、用意してやった、衣装が4パターンあって、もう全部その、こわもての怖い衣装なんですよ。
でもその用意してやったどの衣装よりも、うん、小沢さんの私服の方が怖いんですよ。なかなかないよ。そうなんです。で、もう衣装が私服に負けてますから、ディレクターさんも、あれ、ちょっと私服の方がちょっとこう着てる感が出てるし、はいはい、私服での出演に頼もうかなと思って、で、恐る恐る頼みに行ったら、おうつって。全然構わないよ、それは。オッケーだったと。で、私服で出ることになったんです。ああ、なるほどね。で、僕、挨拶しに行こうと思って。もちろん必要ですよ。で、挨拶しに行ったんですよね。そしたら、電気をつけてない和室にですね、ちょっと開き気味のあぐらで座ってらっしゃいまして、大沢さんが。結構強めの握手をいただきました。ガシッと。あの辺のコアモテの俳優さん、握手が強いよね。確かにね。うん。それでなんかちょっと確認してる部分もあったりするんじゃないですか、気合の入り方とか。そうなんですよ。で、僕、うん、小沢さんと、こう、共演するということで、いろいろこう、スタッフさんに情報収集をしたんですけど、うん、武勇伝がすごいんですよ。ほう。ね？ほう。昔、トシちゃんに、喧嘩を売ったとかですね。はあ。もうめちゃくちゃなんですよ。俳優、時代劇の撮影所で、先輩しか通っちゃいけない通路を通って、その通路を歩くなんて10年早いんだよって言って、それ逆、切れて、大暴れしたとか。新人なのに。すごいんです、伝説が。はぁ。で、撮影始まって、台本はもちろんあるんですよ。でも、全部が台本の、8倍ぐらいのことをしてくるわけですよ。はぁ。で、農業を教えてもらうっていうシーンなんですけど、営業マンがトラクターを売りに来ました。はい。そんなものいらないと凄んで追い返すっていうだけの台本ですよ。営業マンが来たんです、営業マン役の方が。かわいそうに。はい。ね、トラクターいりませんか？まあまあまあね。だからトラクターつって、クワ持って、ガーかついて、全速力でそのそばバー出してって、農業はな、手でやるな、おならーって足元にクワガーンって、本気の全速力で走って逃げてって、その役者の人。はぁ、恐ろしい。恐ろしいでしょ。で、ベンツで小沢さん登場するシーン、普通に歩いて降りてくるっていうシーンですよ。ベンツガーン止まって、したらガチャって落として、ロックが外れる音。ドアバーって開いたらドアを足で押してるんですよ。台本にそのもうすっごい笑うの我慢して、絶対笑っちゃいけないから。そりゃそうだね。で、ネギの苗をトランクから出すっていうシーンで、ね、普通に出すシーンなんですよ。でも、開かないんですよ。トランクが小沢さんが開けようとしたら。それは何その、ミス的なものだった。ミス、本当のケアレスミスで開かないの。はいはいはい、つって、開けろガーッガーッって叩いてんの。開けろほらってで、運転手役の人のところにガーッしてて、開けろって引っ張り出して。それは台本にないんでしょ台本にないの。プラス、その、運転手引っ張り出して、ボコボコにしてるんだけど、全カットされてるんですよ。かわいそうだな、その運転手役の人。ここで、開けろ、ほらつって、自分でガンってロックを開けて、で、トランクをガンって開いた瞬間、俺の顔にもう、1ミリ、1センチぐらいのとこで近づいて、おいつって、これがベンツだつって。意味がわかんないじで、すごいな、普通止まるもんね。開かなかった、ちょっとすいません、つって、一回止めるじゃないですか。そうそう。もうナチュラルな人で。ずーっと続けるわけだ、演技を。で、ビール瓶で頭をかち割るっていうシーンがあったんですけど、その、一発だったんですよ、うん、台本では。なるほどね。ビール瓶の飴細工で、硬い飴細工で作ったビール瓶を、で、頭を割るっていうのは一本だったんです。一発。でも、予備用に何テイクもして言うように5本ね、用意されてたんですよ。机の下に。ね。で、乱闘のシーンが始まるんですけど、で、その、不良役3人の子が、俺の挨拶の時は、俺が、よろしくお願いしますって言ったら、よろしくお願いします、みたいな感じだったんですけど。はいはいはい。小沢さんが入ってきて、瞬間、よろしくお願いしますそしたら小沢さんが、そのリーゼントのやつのとこに、全然回ってないんだよ。おうおう近づいていって。おうおうああ、古いのリーゼントなんかよ怖え久しぶりにやるかって言葉。今から芝居やる人のあれじゃないね。そうそうそう。じゃないね、それは。で、乱闘シーン始まって、ビール瓶で頭割るとこですよ。ビール瓶手に持って。
分かってんのか、おら、パリーで、ここまで台本通りです。はいはいはい。そしたら、大道具さんが、しまってるビール瓶を、机の下から、2本同時に取って、ほう。もう一丁お前がだろ、やろとザ・アドリブで、ビール瓶取って、びっくりして、役者の子が。もう一丁つって。結果5本全部割れてる。こんな粉で。すごいね、それは。もう誰も止められないわけ。誰も止められない。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。あの先ほどの小沢さんの話の続きなんですけど、ええ、今いろんなことあって、ええ、ロケ終わって家に帰ったら、うん、僕速攻でパソコンの電源入れて、ええ、ウィキペディアで小沢仁さんを調べちゃったんですよ。まあ気になるわね、うん、確かに。いろんな怖い武勇伝載ってるんですけど、あの役者を志したきっかけ、チャップリンの映画を見てなんです。全然絶対の。で、あ、そう。もう、そう、ファンになっちゃって、俺。もう、超好きになっちゃって、小沢さんのことは。ブログを発見したんですよ。あ、やってらっしゃる。そうで、ブログに、さんま御殿に出ました。はいはい。あ、出た。収録を行ってきましたって書いてあって。で、そこの、あの、とこクリックして、ブログ見たら、さんま御殿収録。俺は何もできなかったって。あの、小沢さん持ってしても。反省してたんです。まあね、ちょっと僕、ブログそれから読んじゃってるんですけど。ああ、面白いですね。はい。でも実際はすごいいい人なんでしょ？その挨拶とかしていい人っていうか。いや、めちゃめちゃいい人ですよ。あの、で、ちょっとセッティングの間とか、はいはい、ちょうど日本シリーズで一緒に見てたりとか。ああ、なるほどね。めちゃめちゃいい人ですけどもね、本当に。さあ、ということで、コーナーに行きましょう。キャスティングを。さあ、日常生活の中で、あ、この役どころがあのアイドルだったらいいのにと思う勝手な妄想、それを妄想キャスティングで、毎日がドラマや映画のように楽しくなるという日常生活を盛り上げていこうというコーナーでございます。ええ、いよいよ今日はですね、あの、ええ、春日の5連勝にリーチがかかっちゃってるんで、僕も後がないということで、いや、そうです、やばいですよ。早速、ええ、先行後攻決めましょう。いきましょうか。最初はトゥース、じゃんけんぽい。あ、僕がパーで勝ちましたので。グーで負けたよね。僕が先に行かしていただきます。いいね、いいね。いらっしゃいよ。はい。ラジオネーム、ノーキグさんからいただきました、うん。一緒にお笑い番組を見る人の理想のキャスティング。芸人が何か言うたびに手を叩きながら大爆笑する人。うん、上戸彩。なるほど。笑うは笑うが、笑うタイミングが明らかに他の人とは違う人。ほう。新垣結衣。ほうほうほう。笑いをこらえているが、たまに思わず吹き出してしまう人。うん、蓮舫。今のは、もう一テンポ早いタイミングで突っ込まないと、お笑いは間が大事なんだからさ、と、テレビを見ながら芸人にダメ出しをする人。ほう、若月千夏。おー、はいはいはい。全く笑わない人。ゆい。うん、なるほどね。ゆいちゃんって笑わなそうだな。そうだな。ゆいちゃんが好きな芸人って誰なんだろうね。ああ、気になるね。お笑い見るのかね、大体の話が。じゃあ行きましょう、春日ね。はい。ラジオネーム松坂市、欲しがりません、春日では。はい。平日夜9時頃の電車内のキャスティング。はい。携帯電話で大声で話をしている女。うん。水川あさみ。うん。マナーがなってないとそれを注意する老人。田原幸太郎。人生に疲れ果て、そんな社内のいざこざに、もう一切関心を示さない、絶望的な表情の中年サラリーマン、岸辺史郎。いや、いますね。岸辺さんのあの、虚無的な目は、
すごいものがあるもんな。あれは勝てないです、誰も。真顔勝負したいわ、どっちが虚無か、俺。いやー、ちょっと負けるんじゃないですか。負けますよね、100%。はい、さあ、次行きましょう。ラジオネーム、赤嶺総理さんからいただきました。図書館でのキャスティング。うん、また本ばっか読んでる、と言いながら、本を覗き込んでくる幼馴染みの女子、うん、宮島を。なるほど。いつも隅っこの席に座っていて、だまだまと本を読んでいる。うん、堀北真希。自分と幼馴染みの宮島真央が騒がしくしているのをカウンターの奥からじっと睨んでくる図書館の職員、うん、もたいまさこ。もたいさん、手のこの手にね布みたいのつけるやつあるね、事務員さんが二の腕にやるやつ。あいつして、なるほどね。そうですよね。じゃあ行きましょう、春日ね。はい、ラジオネームナンセンス、はい、弁当屋のキャスティング、うん、怒られてばかりの新人バイト、うん、加藤夏樹、オールマイティに何でもこなす看板娘、うん、カイト愛子、うん、無口で黙々と作業するベテラン、うん、片桐入り、うん、ポテトサラダはなるべく少なめに入れろって言ってるでしょうが、が口癖のチーフ秋竹城。あー、いそう。細かいんですよ。いそうっていうかいるよな。いるでしょうね、弁当屋で、ね、東北の方の弁当屋さんいるでしょうね、うんうん、さあ、続いてこちら、ラジオネーム松坂氏さんからいただき、あ、違う、ラジオネーム松坂氏欲しがりません勝間ではさんからいただきました。そちらも、AV 男優のキャスティング、うん、筋肉ムキムキの肉体派男優中山筋肉、うん、目隠しプレイ中のド M 男優フットボールアワー岩尾、声出しまくりでとにかくうるさい男優、うん、松木安太郎。あー、うるさそう。もういいだろうっていうね。大胸筋が結構つけてるね。いきましょう。はい、ラジオネーム、シューマイマユコ、うん。商店街のキャスティング。商店街のアイドル、クリーニング屋の看板娘、うん、鶴田真由。海外旅行を経て地元でお店を開いているバーのマスター、モンタヨシノリ。魚屋さん、魚くん。タバコ屋さん、椿鬼奴。いやー。鬼奴さんね、似合いそうでしょ、こういうのね。似合いそうだな、うん、じーっと外の道見てね。ね。さあ、次、ラジオネーム、琴の侍さんからいただきました。船ロケでのキャスティング。威勢のいい漁師、時藤三郎、うん。その時藤三郎を手伝う若い漁師、市原隼人。はいはい。出港してすぐに船酔いする音声、うん、ユッティ。うん、いざ大きな魚を釣ったという大事な時に全然カメラで抑えずに甲板でゲロを吐いている KY なディレクター、うん、ドランクドラゴン鈴木拓。どういったディレクターって吐いてますみたいな、ね、うん、なるほど、はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム雫。とあるサッカーチームのキャスティング、うん、冷静なキャプテン、うん、松潤、うん、パスパスとやたらうるさいメンバー、うん、松野明美。キーパー、うん、ピーター。久々ですね。前回読めなかったんでね。2週間越しの天丼って結構聞きますね。そうでしょう。入れてきます。やっぱり外せないですから。さあ、ラストになります、うん。ラジオネーム、シッピーさんからいただきました。うん、学校の朝礼でのキャスティング。ほう、朝礼中、後ろからちょっかいを出してくる生徒。般若かなた。静かにしろと。生徒にとてつもなく激しく怒鳴る先生、うん、松岡修造、うん、ちょくちょく自慢話を入れてなかなかと話す教頭、黒柳徹子、ほうほうほう、途中顔面蒼白で倒れる生徒、うん、ノンスタイル石田。その生徒を担架で運ぶ先生、うん、ダンカン。今度はピーターじゃなくてね、担架とダンカンさん。なるほどね。新しい手法が盛り込まれてきましたけれども。行きましょうか、はい、ちょっと。東京都ラジオネーム、園田。はい。都内有数の心霊スポット、うん、幽霊トンネルにて、うんうんうん。トンネルの入り口で頭を抱えてうずくまり、うん、僕はもうこれ以上行けないという霊感体質の少年。うん。柳楽優也。壁に落書きをするなど、罰当たりなことをして、後で死ぬほど怖い目に遭う軽率な若者。チャラ男のケイ君。緑色の幽霊。カツラ歌丸。死ぬほど怖い無茶ぶりをしてくる幽霊。黒柳徹子。逃げ遅れて転ぶ人。
三平。大丈夫そうだったのに、半年後行方不明になる人、一茶。いや、もう、ええ、それだったら楽しいわ、なんか。まあ、人材豊富ですよね。さあ、ということで全部紹介し終わりました、うん。今日はどっちの選んだキャスティングが勝ちでしょうか。よし、いらっしゃい。判定でございます。うん。勝者、カオスユンさん。よっしゃ、よっしゃ、もう勢いですよ、勢い。4連勝の勢いそのままですよ。ほんと？ええー。松木安太郎ダメ？まあまあ、松木安太郎でちょっとね。じゃああれだ。5連敗だ、そうでございますよ、あなた。5連敗。というわけでですね。うん、ここで、敗者若林くんへの。何今やんの？いや、今かどうかわかんない。すると聞いててください。うん。あなたへのお仕置きを発表いたします。何よ、もしかして、虎の被り物するんじゃないでしょうね。まあ、それとも別のものを用意してます。発表します。よかったじゃねえよ。何よ。若林正康の、うん、アーティストぶってる恥ずかしい写真展開催。いやいや、ちょっと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 。いや、これは。来ました、これは。これは困ります。以前ね、スペシャルウィークの時に。いや、困りますって。いや、困りますよ。罰ゲームですから、困ってごらん、まらないと困ります、こちらも。いやいや、僕違うんですよ。何ですか？まだ練習中なんですよ。いや、練習中も何もね。うん。そんなの知らないですよ。もう罰ゲームですから。違うんですよ。違うことはないでしょ。なんだ、何が違うんだよ。違うんですよ。違うことはないよ。いや、誰にも何も、とやかく言われない趣味が欲しくて始まったんですよ、一眼レフ。その何ですか、ぶってる、なんとかって。いや、ぶってるでしょ？具にもつかない写真撮ってるわけじゃないですか。いろいろと。いや、それ見てから言えよ、お前、俺の写真を。いや、だからね。その別に受け狙いじゃなくて、うん、こうマジでアートの写真を狙って撮ってるのに、こうセンスのない写真しか撮れてないわけじゃないですか。それ全部見てから言えよ、俺の写真を。ちょっと聞きたまえよ。ねえ、だからそのこっそりプロのカメラマンにこう見てもらって、うん、確かにセンスがないというお墨付きもいただいてますよ、あなた。こっそりじゃないよ。聞いてて、オールナイト。見せてって言われたら見せたの。ネタは上がっているんだよ。歯医者に口なしですよ、あなた。初めて聞いた。そう。だからね、そう、実は内心ね、うん、写真家若林という肩書きを名乗る。何どうやんのよ、だから。名乗ってないよ。福山雅治さんみたいに、こう、チヤホヤされたいという野心を持っていたわけじゃないですか。いや、持ってないよ。あなたは、そうは問屋が下ろさないですよ。うん。いや、何なの？その恥ずかしい写真の数々を展示して、うん、センスのなさをこう、みんなに見られるというお仕置きでございます。どこでやんのよ。これはですね、もう、あれですよ。もう、その自分磨きっていうのをね、もう他人に見られてるのが恥ずかしいイベントをします、だから。いや、そんなん困るよ。うん、だって、めちゃくちゃ言われるわけでしょ、そう言われるでしょうね。ええ。嫌だよ。その、だから、いろいろ声をいただきたいんで、うん、当日会場内でアンケートも行います。嘘？ええ。そこで歯に息抜きせぬ辛辣なコメントをいただき、うん、さらに、最もひどい写真のワースト10を選んでいただく。ちょっとマジでやめてよ、ちょっとね。実は内心これはちょっといけるかもと思ってた写真も、こう、遠慮会釈なくボロッカスに言われるわけですよ。生の声をいただくわけですよ。何のためにそんなことするんだよ。リスナーたちの罰だからだよ、これは。俺そんなこと言ったら出口のとこでオープンフィンガーグローブして立ってるからやめてください、それは。シューはみたいな、こう、て。暴力やめてください。罰ゲームなんですから。いつやんの？ええ、まあ、詳しくはですね。うん。CM の後で発表します。絶対カメラ肌に剥がさないから。これも決定ですから。やだよ、そんな。寄ってたがってさ。罰なんですか。やっと心のオアシスができたの。なんだ心のオアシスって。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。まあ、ちょっと先ほどお伝えきれなかった恥ずかしい写真展の、詳しい概要をもう一回説明しますけれどもですね。このイベントなんですけれども、我々オードリーがいないんですよね。うん。こうガラーンとした空間に、ただ若林くんのアーティストぶってる、アーティストぶってる、ちんけな写真があるだけでございます、これ。お前何お前楽しくなってきてんだよ、お前。いやいや、やっぱ勝者の特権ですから、これは。どういう風に展示するんですか、写真を。聞きたまえよね、うん。ひょっとしたら、そんなイベントには誰も来ないかもわからないです。うん。それそれで傷つくじゃないですか。そっちの方がいいよ、俺。いやいや、誰も来ないんだ、引きがないってことよ。いいよ、来ないでください、皆さん。写真を。ね。
でも概要発表いたします。うん、リスナーの皆さんはね、メモの用意をね、お願いします。だって、こんな風に言ったらもう、だって、ちゃんと見てくれないでしょうか。いやいや、だから評価は正当な評価をもらおうよ。うん。ほんと正直な感想を書いて。フラットで見てよ、だって。うん、だから、その、面白半分で、アンケートに答えていただきたい。もう嫌な、俺、うん、なんか。詳しい、ことを発表します。うん、場所はですね、うん、有楽町日本放送の、イマジンスタジオ。うん。有楽町日本放送のイマジンスタジオ。うん、日時がですね、うん、12月5日の土曜日。近っ！来週でございます。すぐやんの？来週の今日でございます。そんなすぐできんの？もう罰ゲームはすぐやんできないから。なんそんな早いの動きが。時間が限られてまして、うん、これ申し訳ないですけども、うん、時間がですね、午後の3時から5時までなんですね。うん、急だったからね、2時間？スタジオが抑えられなくてね、これね。2時間しか。いや、もうこんな結構。隙間を縫ってやるわけですよ。隙間を縫ってやる写真展でね。どうしてもやりたいんでね。恥ずかしい写真展。で、まあ入場はもちろん無料でございます。こんなんで金取れないからね。金取れや。こんなクソみたいな写真をね、見せるから。ちょっと待って、お前さ。金取らないから、どうしても。俺もうすげえ嫌だわ。俺や、何にも言われたくない趣味が欲しかったんだって。疲れてるから俺。いや、だからね、若林くん、うんうん。それは、逆に言うと優しさよ。何をよ。この段階で脳を突きつけられた方が、うん、負荷で終わらなくて済むわけじゃない。ずーっと1年ぐらいやってきて。いや俺、これで何かを打って出ようって一切ないのよ。うん、なんか好きにやりたいの。好きにやりたいの。センスいいような感じでやってて、1年ぐらい続けて、1年後にさ、クソだっていう評価をね。ほら、より。だから写真展とかやるつもりとか一切なんだって、その自分で撮った写真展出すみたいな。今、罰ゲーム発表中だから。敗者はちょっとお願いしますね。言わないでください。入場無料。なんなのよ。当日受付に来てくれればいいですから。ちなみに番組ホームページにも、載せておきますんで、それを参考にして。こういう形は困るなぁ。聞いていただきたい。何度も言いますけれども、当日、オードリー、我々はいません。あるのは、ただ若林くんの、ぶってる写真だけでございます、これは。聞いたわ、お前。人字で言うな、そこ。もう一回言っとかないと、我々にね、会えると思って、来てくれる人に申し訳ないから、もしかして、そういう人いるかもしれないから。クソみたいな写真が、ただイマジンスタジオに、もう貼られてるだけでございます、これは。それでもよかったら来ていただきたいと。うん。ね、こんなにもまあ、こんなものにかける予算もないので、うん、番組スタッフがもう手弁当で展示しております。久々に手弁当って聞いたわ、俺。本当に。まあ、受付の可愛いお姉さんとかもいるかもわかり、お姉さんとかもいません。いるかもしれないと思って来る人、いません、うん、これは。うん。ただスタッフの。いや、スザンヌにやってもらっていいじゃん、事務所のバーターでさ。スケジュール切れないっすよ、そんなのは。切れない？何にもその、金にならないんですから。ただスタッフのおっさんたちがうろうろしてるだけだ。山田優ちゃんに頼んだらいいじゃない。いやいや、そんな出せませんから。若林くんのね、このセンスのなさをこの目で確かめたいという方ね。ワースト10選びに参加したいという方は、ワースト10選びぜひおいでください。ベストだぶってる写真展が、写真が決まるわけ。決まるわけですよ。腹立つ。まあだから本当にひどい写真ばっかりなんで。いい方でアンケート取ってよ。いやいやいや、それは酷でしょ。それをやりたかったんだもん。酷でしょ。だっていい写真なんかないでしょ。だってそれは。あ、そう。ワースト10を選ばせていただきます、これは。超嫌だな、それ。うん。嫌なこと多いな。最近。まあ、そう、卑屈になりなさんな。まあ、ということで、うん、僕はですね、イチローの才能を見抜いた、扇監督のような人が来ることを期待しております。リーダーのような人が、リーダー来てくんねえかな、リーダー。写真見て。やば。これ、ベネトンの賞取れるよ、つって。リーダーにダメって言われたら、もうおしまいよ、それこそ。確かにね。まあ、ということで、それはそうと、妄想キャスティングの方は来週も引き続き募集しております。メールアドレスは kw@allnight.com。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイト日本キャスティング王の係までよろしくお願いします。うん、さあ、それではコーナーに行きましょう。はい、電話で全国アンガーさあ、全国36局ネットのこの番組、どこの局でどんなリスナーがどんな風に聞いているか、オードリーの人気がどのぐらいかを直接電話で調査するコーナーでございます。よし。先週まあやらなかったんですけども、油断してはいけません。いけませんよ。突然抜き打ちテストのように出てくるのが電話で全国アンギャということで、チェックいたしましたら、前回は新越放送で聞いているリスナーと話し、長野ではオードリーはリンゴの人気の足元にも及ばないという事実がはっきりいたしました。息長いからな、リンゴっつうのは。さて、今
今回は山陰放送で聞いている島根県のリスナーの方です、うん、それでは電話で話してみましょう。参りましょう。電話します。お願いします。あなたの元に電話が行きますよと。はい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 、ほい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 、おいしょおいしょ、うん、さあさあかかりましたぞ。うん、さあさあさあ起きてるかな。はい、もしもし。はい、舞子ちゃんでございますか。はい。おお、舞子ちゃん、念のために聞くけど寝起きじゃないよね。あ、はい、聞いてた。え、寝てた。寝てないです。あ、寝てないよね。ごめんなさい、失礼なこと言っちゃいけないよ、君は。おお、もしもしみたいな感じだったからちょっとびっくりした。アイスみたいなね。うん、舞子くん、はい、いくつになった。え、二十歳です。二十歳、うん、何してる方。学生です。学生さん。学生さん。大学生。あ、はい。あ、なるほど。なるほどね。タレント言うと誰に似てんのよ。うん、あ、タレント、うん。誰。どうしたいい、恥ずかしがって。うん、照れないで。昔。昔。一回言われたぐらいなんですけど。いいんだ、いいんだよ。関根麻里さん。あー、可愛らしいじゃない。可愛いじゃん、可愛いじゃん。うん。あ、そう。もう地元のラジオ局でさ、こう人気のパーソナリティさんとかって誰なの。これ一応聞かなきゃいけないからね。うん。と、うん。谷口敦さんという方で、うんうんうん、谷口敦さんのラジオマンデー、谷口の、いや谷口は我々の友達の谷口じゃない。我々の友達の谷口的に読むのやめたら、だいたいすっげえ偉い人なんだよね。いやそうよ。思ってる年下にするから。え、谷口敦さんのなんていう番組。ラジオマンデー。ラジオマンデー、はいはい、月曜日にやってる、はい、まさにね。なるほど、なるほどね。島根での、はい、我々オードリーの人気ってのはいかがなんでしょうかね、これね。ああ、うん、人気ありますよ。本当ですか。え、じゃあ、般若を100とすると、うん、オードリーの人気はどれぐらいですか。あ、般若だったら、般若を100とすると、うん、オードリーさんだったら、130ぐらい。うんうん、おお、初めてじゃないですか。初じゃない、お初だよ。お初でお目にかかる。あ、それはうちの母ちゃんの地元だからっていう上乗せはなしでですよね。あ、はい、結構みんな知らないみたいです。あら、俺の母ちゃんの地元だってこと。はい、行ったらなんか、はい、わあすごい偶然って。え、柿の木村って近いですか。あ、そんなとこ名前知らなかったです。あ、本当ですか。同じ県内にね。そんなとこ知らない、まあ、そんなとこって言ってうちの母ちゃんも聞いてるからね。いや、いいんです、いいんです、やっぱ正直に言ってもらった方がいいから。それはごめんなさい。いいんです、いいんです。マイク君恥ずかしがることはない、それはね。なんか、うん、地元の名産品って何かあります。なんか食べ物とか。干し柿。あ、干し柿。あ、いいじゃない。じゃあ干し柿を100とすると、うん、オードリーの人気はどれぐらいですか。あー、干し柿がやっぱ200ぐらいになっちゃいます、うん。あ、オードリー100で干し柿が200。あ、はい。めっちゃ干し柿人気ありますね。いや、ダメだね。やっぱりその名産品には勝てんな。おばあちゃんすごい好きだし。あ、ほんとですか。おばあちゃんって、その、舞子ちゃんのおばあちゃんの。おばあちゃん、そのおばあちゃんやっぱりね。え、おばあちゃんはオードリーのことはあんま好きじゃないですかね。いや、でもテレビで見たら、あって言ってくれますよ。どういう、どっちなんだろうね。あーっていうのは。あー、どういうこと、出てるなのか、うん、その、好きだからのあーなのか、どっちなんだろうね。いやー、でも、うん、おばあちゃんがなんか、あーっていうのは、第5以来なんで。え、誰以来？第5以来なんで。第5、第5以来。第5以来っていうのはすごいことなんだよね。あー、いや、これすごいよ。舞子くんのおばあちゃんだよって。なるほど。あのおばあちゃんがさ、あーって言うんだからさ。そうですよ、ね。大したもんですよ。ちなみにこの舞子くん的には、その我々の、そのファンで、やっぱりいてくれてるわけですか。はい。なんで一回笑った。いや、うん、怪しいね。ちょっとね。怪しいよ。うん。ファンでいてくれてるわけですか。あ、はい。ほんと？どのぐらいからファン歴は。でも M1 あたり。あ、ああ。あれね。かね。うんうんうん。なるほどね。はい、M1 の頃から。あ、そうです。どちらの春日と若林で言ったら、もちろん。あ、春日さんです。でしょうね。本当ですか。いいですね。舞子ちゃんは、やばい子ですか。ちょっと待って、なんで春日が好きでやばいなんだ。もうやばくない。春日やばい子じゃないですよね、舞子ちゃんね。ああ。すいません、ちょっと怒らしちゃったみたいな。やめてよ、春日のファンにさ。すいません、舞子ちゃん。ちなみに今どんな格好で聞いてんのかしら。え、うん。なんとも言い表しづらい。いや、そんな服ないでしょ。なんとも言い表しづらい格好だったら、もうボンテージっていうことになっちゃうんですよ、だって。それはボンテージって言えるでしょ、それ。うん、どんな格好。え、どんな格好、スウェットとかじゃなくて。あ、スウェットみたいな感じです。あ、じゃあ、スウェットで、スウェットでよかったじゃない。はい、うん。
よかったよ。逆に想像膨らんじゃいましたよ。あ、はい、うん。カップ数は？あ、いいです。え？本当？いい。あ、はい。いいですって。いいカップある。いいですね。うん、何センチバスト？え？すいません。カップ聞いてんだからいいじゃない、それは。はい。はい、どんなパンツ履いてんだよ。あ、今日なんかちょっと変なんですけど。うん、結構格好がいいんだね、マイコちゃんね。あなたどういう格好で家にいるわけ？いや、うん、なんか、パンツです。黄緑。黄緑？え？黄緑ってなんかエメラルドグリーンみたいなやつ？あ、なんか、うん。カエル柄？カエル柄？え、カエル柄ってどういうこと？あの、ドンキホーテで売ってるみたいなやつ？いや、結構前なんで。え、何カエル柄ってどういうこと？カエル色じゃなくてカエル柄？小さいカエルが、うん。異常にいるパンツ。あー、いい。え、カエルが好きとかそういうことなんですか、マイコくんは。あ、いいえ、これは違います。ちょっとなんか、無理やり買ったみたいな感じなんで。無理やり買った。じゃあさ、自分、無理やり買ったってのは自分が好きで買ったわけじゃないの？カエルのパンツは。そうですね。え、自分が好きで、何笑ってんだお前。あ、やめろお前終わりだ。え、自分で好きで買ったんでしょ？カエルのパンツは。いや、これはちょっと、なんか訳ありなパンツっていうか。どういう状況で買ったの？訳ありなパンツってどういうこと？買わされたってこと？え、恥ずかしいんですけど、ちょっとお母さんが買ってきたっていうか。あ、全然大丈夫じゃん。全然いいじゃない。全然ないです、それ。お母さんがってきたってこと。じゃあ、そんなに、形はどういう普通の、その、結構デカめの普通です。普通。普通の、ね。で、舞子ちゃんのさ、そのカエルの、顔がいっぱい描いてるの、うん、でしょ？カエルの。形が。あ、はい。あ、お尻の方が当然、大きいカエルになるわけだよね。いや、面が。小さいカエルが、ポツポツポツって。あ、まあ、みんな同じぐらいのサイズだけど、お尻の方が、生地が伸びるから、大きめのカエルになるわけだよね、お尻の方は。いや全部同じまあ己では確認できないからね。マイコちゃんちょっと今鏡で見てみて、うん、お尻の方のカエルの方が、ちょっと確認してみて。なんかおへその下の方のカエルより絶対大きいんだと思うんだって。確かに、ね、ちょっと今見てみてくれない？ちょっと一回、うん、ごめんねこだわっちゃって。でスウェット脱いで、うん、それは言ってるから若林さんが言ってるからそれを確認して。どう？うん、お尻の方のカエルの方がおへその、うん、すぐ下とかのカエル大きいじゃん。待つよ待つよすごい待つよ。いいよ。同じ。大きさの。あそうごめんごめん。それもだから踏まえて作ってあるんだよ。そのメーカーさんで作ってる。すごいカエルなんですよ。うん何？すごいカエルがちっちゃい。そうだよね。えでそれはだって知ってて履いてるんですよ自分で。いやそりゃそう。リアルなカエルなの？面白コミックカエルなの？どっちなの？普通に可愛いカエル。可愛いカエル。ああよかったよかった。カエルのパンツが100だとするとオードリーはどのぐらい好きなの？あ気になる。あアサリの中でですか？うんうん。アサリだったらオードリーさん100でカエル。うん。50ぐらいですか、ね。ああよっしゃよっしゃ、うん。これ負けてたらどうしようかと思うよね。はいはい。ああよかったですよ。うん。もうちょっとねマイコ君にね。一つねお願いがあるんですよ。あ、はい、今回春日から、うん、ほら島根って方言とかってあるでしょ。あ、はい、その方言でねその春日をちょっと下げすんでいただきたいんだよね。ちょっと困るよ。うん、あ、バトンしてほしいの。うんうん、と設定を言うからね。あ、はい、まあ、春日、舞子くんは、うん、春日の部活の先輩、うんうんうん、あ、はい、卒業間近ので、うん、春日がもう卒業しちゃうからつねも思い切って告白して、うん、罵倒してほしいの。わかる？で告白を春日がするから。あ、はい、春日の部活の先輩なの。あ、はい、舞子くんは、あ、はい、うん、で告白して断るっていうね、うん、あ、方言で、うん、方言で、方言でね、うん、結構きつめに断るっていう、あ、はい、罵倒していただきたい。M のリスナーにはたまんないですね。これね、ちょっと、うん、じゃあもう行きますよ。先輩、卒業、もしかなんで、言いますけど、僕と付き合ってください。このだら。ダラってなんすか？あの、この、なんか、おバカさんみたいな意味なんですけど。うん、それをダラって言うんだ。はい。ダラ。なるほど。このバカと。このバカと。もうちょい多分言った方がいい。もうちょい言っていただきたいね。喜ぶと思うんだけど、もう一言ちょっと方言で知らせてくれる？そこをなんとか。うん。僕のことを、
どう思ってんすか。どう思ってくれてんすか。あれ、いる？あんたのことなんか嫌いだけん、もう近寄ってこないで。春日さん的にはどうなんですか。いいですね、やっぱりね。いい近寄ってこないで。もう一回そのだらもらっていいかな。結構もうその笑いなしで、その、もう歯見せないよ。白い歯見せないよ。うん、はい。ちょっと、この、だらやろうって、ちょっと。わかりました。うん。この、だらやろう。おう。何やってんだよ、これ。いいね、たまんないね。うん。そうやって言ってくる子が、カエルのパターン。ただ、電波を私物化しないでくださいね。いやいや、ちょっとこれ進めていこうかなと思ってますけども。はい、ということで、まいこちゃんはね、今日から、島根県の、うん、オールナイト宣伝大使に任命いたします。任命いたします。今後周りの人にこの番組を宣伝してください。よろしくお願いします。あ、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、カエルのパンツを大切に。ね、はい。はい、失礼いたします。そうね、うん。走ることはないんだよ。あ、はい。さあ、うん、ということでね。次回は、どこにしましょうか、ダラ。いいね。ゾクゾクしちゃうね。うん、そうでござんすな、はいはい、やっぱりその西の方行きましたから、またなんか東の方帰っていきましょうや。そうですね、うん、やっぱり方言いいっすね。方言みたいなダラとかね。そうそう、だから方言で叱られたいわけね。そう、方言でやっぱり激しく罵倒してもらいたい。どっちの方の方言で罵倒されたいの。あー、で西、まあ、東の方、うち上の方行こうか、東北の方。うん、あー、そうですな、うん、福島とかどうかね。福島行っちゃいますか。あー、イメージで。わかりました。福島行こうよ。うん、わかりました。うん、なんかちょっと電話で、ええ、なぶられあんぎゃんみたいになってきてないですかね。変える、名前変える。いや、変えないですよ。変えちゃった方がわかりやすいから。なぶりたい人がぜひ、うん、応募してくれると思うんですけどもね。うん、なぶり自慢、全国なぶり自慢、なぶり自慢。あははじゃないんだよ。ええ、お願いします。ということで、決定です。次回はラジオ福島放送で聞いている人ということでございます。私は春日のことをなぶりたいと思う人はメールをください。うんうん、ただし女性限定でございます。もちろん。メールには次のことを書いてください。うん、家電の電話番号。これ携帯じゃダメなんでね。ダメですよ。2時頃電話しても大丈夫な人。うん、地元ラジオ福島放送の人気パーソナリティ名と、そして、人気番組名、うん、そして得意なモノマネ、うん、以上を書いた上で、もちろんあなたの名前と年齢を書いてメールで送ってください。はい、メールアドレスは kw@allnight.com、 タイトルに電話で全国アンギャと書いてください。はがきの場合は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで待ってます。よろしくお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。ジーニアス A マッチ10プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。ことわざ、格言。それは私たちの先祖から贈られた言葉の結晶。人々の知恵と真理が凝縮されています。それでは名教国語辞典から今日の格言。ヒップの言う、どういう意味か教えて。カスガス。おー、そう来ましたか。ヒップの言う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 。どういう字を書くんですか、ヒップの言う。いや、もう、ヒップって言ったらもう、もう。そこ踏んじゃう？だってもうさ。まあまあね、わかるよ。さっきのそのね、うん、カエルのパンツの話もあるし、はいはい。どんな字？だからもう、尻ってことですよね。じゃあ尻に当て字でヒップってことですか？そうですよね。はいはいはい、ヒップの言うだから。のは？ヒップ、のはひらがな。ひらがな、ヒップの。ヒップの言うだから、すぐえるっていう字です。ヒップの言う。これどういう意味ですか？まあ、だから、通り名だよね。その、地元の、その、ゆうこ先輩の、通り名ってことなんじゃないですか。通り名ですか。うん、ヒップの言う。あ、それはヒップが綺麗ってこと。まあ、綺麗ってもあるし、武器でもあるし、ヒップアタック。あのヒップに、まあ、その、攻撃でも使えるし、あのヒップに、その地元の男たちがメロメロみたいな。なるほど。うん、ゆうこ先輩の通り名ってことですよ。わかりました。うん、ヒップの言う、正解いきましょう。うん、ヒップっていうのはね、一匹二匹っていう字あるでしょ。はい、引きね。うん、引きに夫でヒップ。
ップ。ヒップ。のはもちろんひらがな。はい、で、ゆが勇ましいっていう意味ですね。勇気の勇ね。うん。うん、どういう意味で、意味が、ヒップっていうのが、道理をわきまえない男性のことで、ヒップの勇の意味は、道理をわきまえないが、ただ決起に流行るだけの、取るに足りない勇気。ってことはあ、はあはあ、無謀とかそういうことってことか。っていうことになるんですかね。道理が通ってない勇気。あ、うん、なるほどね。ヒップの勇気。違ったか。通りなじゃなかったか。全然違いますよ。これ全く分かんなかったな。さあ、ということで、このコーナーは転じれば何でも格言になるんじゃないか。日常の出来事から新しいことわざ格言を作ろうという国語の先生が、怒り狂いそうな企画でございます。さあ、今週もメールたくさん届いております。読んでいきましょう。はい、一つよろしく。ラジオネーム、かつお節さんからいただきました、祖母にまで若林扱いをされる。ほう、 うちのいとこはみんな男の子で15人ぐらい。ほう、一番年齢が下の自分が久々に祖母に会いに行くと、僕ちゃんはと明らかに名前を覚えられてない様子でへこんでしまいました。なるほど。転じて地味な人は名前を覚えてもらうのは諦めた方がいいということですね。これいいね、うん、私は今週中井さんに1週間で2回、うん、お前誰だっけって言われましたちょっともうマジっぽかったもんね。いじりじゃなくてマジですからね、中井さんの場合はね。さあ、続いて、こちら行きましょう。ラジオネームドドリアさんからいただきました、うん、困った時の優しそう頼み。友人に恋人ができ写真やプリクラを見せられて、うん、反応に困った場合優しそうな人だねと言っておけば、ね、とりあえず角は立たない、うん、転じて容姿に褒めようがない場合は雰囲気を褒めておけば、うん、どうにかなるだろうということの例えと。なるほどなるほど、ということでございます。確かに優しさは万能ですからな。はい、さあ続いてこちら、ラジオネーム電柱神話さんからいただきました。はい、おけつに頬ずり、愛くるしく柔らかい自分のお尻。ところがどれだけ自分のお尻を愛していても、うん、決して自らのお尻に頬ずりすることは不可能であるという転じて諦めることも大事あら、確かにグッ、あ、来るね。来ますね。これグッと来ましたか。グッと入ってくるね。なるほど。確かにそうだなと思っちゃった今。さあ続いて、こちら行きましょう。ラジオネーム看護和子さんからいただきました、うん、旅先の魔物、男女で旅行に行くとちょっとしたことで異性が輝いて見えつい好きになってしまう。なるほど。付き合い始めて日常に戻ってみると急に冷めてしまうものである、うん、転じて旅行中でも冷静な判断ができるよう注意すべきということって。なるほどね。まあ、一緒に行くのもそうですけど、旅行先の女性とか綺麗に見えますからね、うん、見えますね。スキー場とかね、うん、そういうことですわな。そうですね、うん、さあ、続いてこちらでございます。はい、はい、いいですよ。ラジオネームハムを食べる人さんがいただきました、うん、グラビア写真の水着隠し、うん、アイドルのビキニタイプの水着写真で胸とデルタゾーンを破ったティッシュなどでうまく隠すことによって、あたかも裸でいるかのように見え余計に興奮してくる。なるほど。転じて日常の何気ないことも一工夫することで有意義なものになるということで。なるほどね。これもわかるな。細工とかしましたか、春日さん。春日細工というよりも、そういう、まあ、スケベもあるじゃないですか、はい、スケベもね、その黒ずみみたいな黒消しがあるんですよ。あ、あります、あります。あれをね、うん、もう消しゴムで消してましたね。ああ、わかるわ。軍外、もう結構ね。わかるわかる。俺もね、うん、中学2年の時、あの、黒い、昔はな、そうそうそう、あの、データコーン、あの、ね、映しちゃいけないとこ黒く塗ってあったんだよ。塗ってあるのよ。で、それがね、前の日の学校の下校中に、あれ、バター塗ったら、溶けるんだぜ、つって、見えるんだぜっていう話になって、じゃあ朝一で集まってバターを、あの、塗ろう。でも、エロ本買う金がないから、コンビニでこう、立ち読みしてるふりして、バター塗ってみようっていう、なったの、朝。で、朝いつも8時待ち合わせ、7時ぐらい待ち合わせて、ええ、俺バター持ってく係でさ、うん、友達とさ、コンビニ入ってさ、エロ本開いてさ、黒いとこにさ、俺バターをさ、ポッケから出してさバターをずーっと塗ってたの。全然黒いもん、あれずーっとバター塗ってたの。もうみんなもう中二だからさ、血まなこになってずーっとバターで、ね、人差し指でこう円を描いてね、ずーっとベッドベトになってさ、したらさ、俺鼻血出てきたの。お手軽だね。そんなに話。いや、お手軽ではないでしょ。興奮できるっつうのは。すんげえ怒られたんです、それで。消しゴムは消えるんだよ、あれ。え、嘘。うん。
見えんの？見えるね。ガンガン見えるね。嘘でしょ。本当だよ。嘘でしょ。いや、嘘はつかないよ、カス。いや、俺それ初めて聞いたわ。あ、そう。消えないよね。いや、消える消える。元気が出るマガジン、ガンガン消えたよ。いや、今もうみんな男全員がスタッフと絶対消えなくて。ああ、なるほどね。一つ、人生の楽しみ。藤井さんも首かしげてたもんだって。藤井さん、人生の楽しみ損してますよ。消えるんだから。うなずくのおかしいですよ、藤井さん。いや、ほんと？そうよ、消えるんだよ。お前、それ消えたことあんの？夢じゃなくて。夢じゃない。消えるから、元気が出るマガジンをずーっと買ってたんだもん。毎月毎月買ってたんだもん。消えなかったら買ってないよ、カスが。ちょっとびっくり、この年になって。そんなこと、これはだから分かる、はい、この、うん。さあ、ということで、今日紹介した人全員に図書カードをプレゼントします。うん、1000円分の名教国語辞典図書カードをあげまくるという、この急激なね、円高に負けない太っ腹プレゼントでございますけれども。うん、素晴らしい。じゃあ、春日さん、今日のベスト10ジル賞の発表をお願いいたします。では、はい、発表いたします。はい。本日のベスト10ジル賞は、埼玉市ラジオネーム、電柱神話、おけつに頬ずり。おめでとうございます。非常によくわかります。わかる。カスがもね、お尻が綺麗っつって自慢なんですよ。だけどやっぱ自分のおけついくら好きでもね、頬ずりできないもんね。いや、それ俺が読んだままじゃん、本当に。ヨガでも習おうかと思って、ヨガでも習おうかと。ヨガ習ってもいいでしょ、ヨガでも習ってさ、グッと回り込んでさ。もう中国で皿にいつも、加える人みたいなことだよ。それぐらい、いや、もうしたいぐらい。そんぐらい頬ずりしたいの？頬ずりして自分のお尻に。本当。だからもう他の人のお尻走っちゃうよね。よくキャンパスナイト富士のさ、出番前にさ、大部屋楽屋でさ、ハライチの澤部の尻に頬ずりしてるもんな、お前。してるしてるしてる。番組終わった後のお風呂でもね、生で頬ずりしてるもんね。あ、本当？カスがなんか。お風呂一緒に大浴場で。大浴場で。お前さ、あれ、そういう趣味もあんの？まあね、あんまりノーコメントでその辺は。すぐ否定しろ、お前それ。さあ、ということで、電柱神話さんには、名教国語辞典とジーニアス英和辞典をセットでプレゼントします。うん、来週も天字る辞典のコーナーにメールはがきを待っております。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 天字る辞典のコーナーへ。はがきの宛先は郵便番号 100-8439。日本放送オードリーのオールナイトニッポン。あなたの住所が書いていないと、この図書カード文字でも送れないので、このコーナーのメールには必ず住所を書いてお送りください。お便り待っております。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。新受験生ブルースを作ろう。さあ、ということで平成の受験生にぴったりくる新受験生ブルースを作ろうじゃないかというコーナーでございます。全国の町の作曲家たちから続々と名曲の数々が届いておりましたね。先週びっくりしました。そうでございますな。あんなにもできるもんかね。さあ、加藤さん、なんじゃこれ。今日の一曲目、なんじゃこれってなんじゃい。おいおい、今日の一曲目はついにですね、ラップの歌詞に曲が来ました。来た。それでは聴いてみましょう、早速。ラジオネーム、ノーキグさんの作品でございます。志望校のウェブサイト見てきたつもりがエロサイト開いて思わず H サイト。お前よこんなタイプだよ大丈夫か。問題文掲示板にも出てないと答えを知って意味ないオールナイト。携帯のメールかなり大量配送信ライバル邪魔しないとテストのクルーズのラブメールよりも僕の心はくらういつもサビですよ。どうぞ幼い我らの裁量この際もみんなそうれば最強。対象に該当する回答はないけどまあいいよ終わりよければオーライト頂上に行けばさあ、ということで、ノーキグさんの作品でございますけども、ラップですよ。これは俺は結構これただ韻を踏むために歌詞を変えまくってますよ。ダメだよ。一
ちょっと公式にね載ってるものじゃないと。いやでも声も誰に似てるとかないし、すごいいいんじゃないですか。カズさんどうですか。僕ラップが好きなっていうのもあるんですけども、これは何系と呼びましょうかね。だろうね、初期のドラゴンアッシュ系と呼びましょうか。じゃあね、あそうしますか。アンダーエイジズ、私あんまりラップに詳しくないから、わからない。なんかこれちゃんとトラックを作ってもらってやったら、結構いいんじゃないですかこれ。まあ悪くはないね、確かにね。今の歌い方歌詞にトラックをつけてくれるという人もちょっと募集してユニットになってね、えなんか名前夜クライムみたいな名前つけてさ、安易すぎる、それは安易すぎる、それはそう怒られるよ、それは。そう、そうってそうだよな。そうでしょ。さあ続いて2曲目でございます、うん、ラジオネーム豆腐マンさんの作品でございます。おいや、これ俺はびっくりです。何よりこれを作った人がこのラジオを聞いてくれてるという事実にびっくりでございますけども、まあ、ありがたい話、今これ歌詞がね、ここにあるんですよ、このトムマンさんの、はいはい、もう歌詞変えすぎ。いやそれオッケーにする？いや全然いいでしょこれ。だって、まあまあね、結果が良ければいいですけどな。だって最初不安不安じゃないですか、最初の一行が不安不安不安パンマンに書いてますもん。寄せばいいのにテストはやってくるっていうね。もうこれはですね、完全にゲゲゲの鬼太郎からインスパイア受けてる。いやでもいいな、このトフマンさんは東京にある音響の専門学校に通いながらバンド活動をしているんですって。なるほどね、うん、やってる人だやっぱり音楽を。いやいいな、ただほぼ原型をとどめてないぐらいの歌詞になっておりますけども。そうね、まあ、受験生を応援するっていうコンセプトがあるからね、うん、いやあるんですよ、うん、それは確かに。そこら辺をね、うん、まあまあもうちょっと考えていただいて、まあ悪くはないですが。いやインパクトあるな、もうちょっと変えすぎかなっていうのは。じゃあこれは水木しげる系ということでよろしいでしょうか。まあそうだね、はい、うん、じゃあ3曲目春日さん。なんじゃこら、おまた、なんじゃこらってなんじゃい。春日さんお待たせいたしました、ついにテクノがやってきましたよ。よしさあ、ということでラジオネームハミングライフさんの作品です。聞いてみましょう、どうぞ。テクノ、はいはいはい、打ち込みで作ったんですってハミングライフさんは。なるほど。で音楽が好きだけど歌が苦手らしいですけども、歌はソフトウェアシンセサイザーに歌ってもらっていますけど。そんなことできんのかね。ソフトウェアシンセサイザーって何ですか。それプログラム、そういうプログラム歌ってくれるのがあるんだ。完全に人工で作ったってことですよ。すごい。これね、俺ね、なんかあの曲はあれに似てるとか、そういうことを言うのすごい嫌いなんですけど、そういうこと言うと、どうしても最初のイントロがディスコディスコ、ちょっともう一回聞かせてもらっていいですか。頭から。いやいや
ディスコディスコ。いやそう言われたらそう聞かれ、でも言うの嫌やん、その上げ足取りみたいな。それは嫌だよ、それは好きやなんだけど、これは、うん、似てるなまあね。いやでもテクノポップっていうのも似てますし、テクノ好きじゃないですか。いかがでした。まあ悪くはないですよね。いいですか。まあでもまあその欲を言うなら春日さんデイングループさんが好きなんで、もうちょっと重い感じのテクノが、まあ、いただきたいなっていうのはありますよ。まあまあじゃあ自分で作れよって話なんですけどね。まあ難しいですけどね。まあこれはすいません、ちょっとパフューム系ということでよろしいでしょうか。失礼じゃないかい君。あーちゃん系ということで。あーちゃん系にしようか。よろしいでしょうか。うん、失礼いたします。あーちゃん系にしよう。さあ、ということでですね、今日はね、俺ね、大声出しそうなぐらい楽しかったです。いや、あなたよくね、よく笑いやってましたな。なんでなんだ、これどういう笑いの種類なんですかね、この面白さはね。なんだろうね。なんだってみんな笑ってましたもん、スタッフの人。だからその、なんだろう、笑ってる嘲笑じゃないですよ、これは。いやいや、すごいハッピーな笑いですよ。うん、ね、楽しい笑いですよね。だからそのもう作ってきてくれるっていう行為がやっぱ嬉しいんじゃない、喜びもやっぱ感じてるんですよ。そうだね、うん、このクオリティも一生懸命な感じ、うん、そうですよ、我々の呼びかけに応えてくれたというな。これは金ちゃんの笑いの方ですよね。明るい、うん、幸せな。そう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 。さあということで、この他に私も作ってみた俺にもできるぞという方の曲をどんどん募集しています、うん、あこれね、もう一回言わせてくれ、ちゃんと言わせてくれ、うん、俺この曲、うん、超好きなのやっぱりこれ何曲も何曲も紹介していくの、やっぱりこれですか。いやちょっとこれ来てくんねえのかな、生で生で聞く、聞きたいな。ピアノがちゃんとないと歌えないのかな、こういうの、まあ、機材が揃えられればあとスケジュールですわな。いやいいなこの曲。あまあね、素人の方ですけども、うん、あまあまあいい、だからまあ後々ね、うん、そういうのもまあ考えていきましょうよ。じゃあ俺でもこの人に申し訳ないけど、ちょっとビジュアルがちょっとすごいハードル高くなっちゃってるな、この人。あそう、うん、どういう感じのビジュアルを想像してるんですか。なんだろう、うん、本当にね、まあ、イメージで言うと誰か言わなくてもいいけど、なんて言ったらいいんだろうな、まあうまく言えないっすあそうですか。じゃあもうこれ以上聞かない。いやだってそれ言っちゃうとさ、うん、フィックスされちゃうでしょ。いやいやでもさ、あなたいや俺はじゃあもう言うよ。じゃあいいよ、それ原田知世さんみたいな、なるへそビジュアル描いちゃってるけど、ああ分からんでもない。この人が真逆だったら申し訳ないじゃん。でも、まあ、ウーアの方向もあるぞとは思ってます。うん、そういった意味でも、うん、いやお前ちょっと待って、お前この曲にもっと思い入れしろや何お前横綱相撲取ってんだよ。いやいや、まあまあまあね、その春日はそんな音楽のその好きなジャンルは広くないから、うん、まああなたよりもグッと来てないっていうのは事実ありますよ、ね、知らないよ、クマ作って眠たそうな目でもっと思い入れしろや。だからもう春日的にはそのテクノを送っていただきたいっていう。わかりました、ということで皆さん、いやでもさ、音楽作れるっていう人世の中に結構いるんだね。いるんでございますな。春日さんちょっと不安不安、小さな不安で、ちょっと曲作ってみて、うん、無理だよ多分、うん、ちょ言ってみて。不安不安小さな不安。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これいいぞこれこれ誰も開拓してブルースの感じやろ。そうだって受験生ブルースだもんだって迂回してぶつかっちゃった証明書とかね。そりゃそうだよ。同じ方向に迂回してた。激しめにぶつかった、まあ、ということで、皆さん曲本当に作っていただいてありがとうございます、うん、我々は嬉しいです、募集しておりますので、手話番組ホームページに載っていますので、スレパターンございます、うん、お好きな詞に曲をつけてください、今回詞をねぶっ壊してくる人多かったですけどもね。そうね、基本詞のルールの中で暴れましょう。そうそう、行くところまで行っちゃうからそれを許しちゃう。はい、うん、プロアマ参加 OK のオープン方式でございます。春日さん、強いてプロこの方から求めたいとしたら誰から求めたいですか。そうでございますな、やっぱりその、山崎正義さんとか。なるほど、ビッグネーム。そうですね。わかりました。来週いよいよ人気投票を開始する予定でございます。うん、いよいよですね。駆け込み作品待っております。うん、メールアドレスは kw@goldnight.com 新受験生ブルースの係へ。曲を作った方は CD、MD、カセットなど何かのメディアに入れて郵送してください。メールで添付は禁止とさせていただきます。宛先は 100-8439 日本放送オードリーのオールナイト
ナイトニッポン新受験生ブルース係までよろしくお願いいたします。ふわーふわー小さなふわー、あ、ちょっと待って、ズキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。いや、若林くんね、はいはい、オープニングであなたがその言っていた写真についてね、うん、雑誌の、うん、皆さんどう思ってんのかと、うんうん、いっぱい来ております。はいはいはい、ありがとうございます。福岡県のですね、つかさ、雑誌の写真についてですが、個人的には若林さんの笑ってる写真すごくいいと思います。実際のところ、若林さんは可愛いです。ほんわかした気分になれる、いわゆる癒しアイテムなのです。見たら癒されてしまうので、否定されても困ります!びっくりマーク3つ!ちょっと待って、びっくりマーク3つじゃなくて、声を満たしてますから。じゃあこれはどっちなの?本心なの?それとも俺をいじってんの?いじってない。本心だよ。おい、卑屈にならないよ、そんなに。春日さんの読み方、俺をいじってましたよ。いじってないですよ。お前、俺をいじっているな。いじってない、いっぱい来てますから、他にもね、うん、ラジオネーム、じゅんじゅん。バラを持って満面の笑みの若林さんは、うんうん、私の周りで、めちゃくちゃ評判が良かったです。写真撮影も、ノリノリでやってくださいつって、絵文字の子手挙げてください。わいじってんのか。いじってないよ、こういう声いただいてんだからさ。ラジオネーム、ガルガンチュア。いじるのか。いじらないよ、黙って聞きたまえよ。アイドル的な写真を求められても、うん、やっぱり、笑顔で写ってほしいです。星印。小池徹平ってなんだよ。お前がバカにしてんだろ。してない。そういう子たちのメールを。してないよ。こういうで、こんな夜中にね。こうやってメール送ってくれるんだから、全国から、まあ、女の子なんでしょうね、きっとね。おい、アングラ芸人。おい、待て。え?この呼び方グッときちゃう。お前が馬鹿にしてんだろ。したら聞きなさいよ。何?やっぱり笑顔で映ってほしいです。うん。小池徹平くんになりきって、超爽やかスマイルで映ってください。来てますよ、これね。できるわけないじゃん。寒くなってまいりましたが、お二人とも風邪など気をつけてください。そこいいだろ、読まなくて。囲われてるとこだけ読め。こういうね、我々のね、赤いペンで囲われてるところじゃねえとこじゃねえか、それ。身を案じてくれてるんだから。お前、何笑ってんだ、お前、おい。笑ってないよ、私は。私はカズミンは真面目にお送りしてるよ。全国の声届けてるよ、あなたのもとに。ラジオネームターチ。虎の被り物の件で話していた、星を持っての撮影で、若林さんは嫌がっていたようですが、おうおう、取材のこぼれ話では、うん、若林さんは星の前での撮影で、うん、ノリノリに、と書かれていますよ、うん、っていうね、もう雑誌を読んだ人ですね。うん、それは発展するぞ、若林さんは星の前での撮影で、ノリノリに、と書かれていますよ。お前、タカさんみたいに読むな、お前。体揺らしながら読む。ノリ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 に。ノリだし、誘いで読むとこがオードリーのオールナイトニッポン発展するぞ、これ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。アメフトの小部屋。さあ、アメフト好きのアメフト好きによるアメフト好きのためのコーナー。我々は流行語大賞よりもアメフト大賞が欲しいんです。そうなんです。
そういうわけでルール説明一切なし、リスナーの反応はよく分かりませんが、とりあえず我々は楽しいコーナーでございます。そうなんすな、はい、メール来ております。はい、茨城県のラジオネーム高速移動、はい、テールバックだった、若林さんに質問です。はい、ピッチファンブルした時のテンパり具合を教えてくださいと来てますよ。これは恐怖ですね、本当にね。まあそうでしょうな、おたくさんの方で言うと、ピッチのプレーは1秒2秒本当に争う、1秒2秒でゲインがどれだけできるかを争う、プレーでございます。でピッチファンブルして手元に落としたら、すぐさま僕はリカバー、まあ カバーいけるんですけど、一番怖いのが、クォーターバックがピッチした時に、もう全然後ろの方にピッチが飛んでっちゃう時、はい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 、背中を向けて俺がカバーしに行くわけじゃないですか、もう全部漏れてくりますから、もう襲いかかりますよディフェンス側としては。でもちょっとでも戻さなきゃいけないと思って、高めのバウンドでボールが跳ねてってカバーしたら、もう一回振り向いて走ろうと瞬間、敵が50センチ目の前に、もうそのディフェンスエンドの数が出たらもうチャンスですよね。何やってんの瞬時ですよ本当に。いや我々のクォーターバックの名前はいいんですけど、いや恐ろしいですよ。もうチャンスよ。だからそのピッチした時点でファンブルしねえかなと思うからね、D としては、でもガーッといってファンブルした時のもう後ろからこうタックルなんかいけたらね、最高よ。なるほど。なんならそのリカバーできたらもう最高だよね。そうでしょ、背中向けてる分タックルのね威力もだいぶそのロスするからね。どうでしょう、言ってもね、これが惨めなんですよ一番で、険悪になるし、クォーターバックとランニングバックの中もね、確かにね、一番やっちゃいけないプレーの流れ変わったりしますね。私はあちょ坊主にされた話あんのに、この後ファンブルしてさ、もっと早めに出したまえよその話じゃ。坊主にされたんだって俺公認の時、ファンブルして早めに出したまえよその話。オーマイ神様。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治製菓、大阪芸術大学、日本音楽著作権協会、クレ工業、以上各社の協賛で東京中田区有楽町の日本放送キャストステーションに全国36局ネットでお送りしました。まあエンディングでございますけど、そうなんです、再度ね、はい、若林さん の写真展の、告知させていただきたいんですけども、いいメールもねたくさん来てるんですよあなた、紹介しますよ。本日たまたまオードリーさんのラジオを聞いてまして、写真展を開くとのお話がありましたので、メールさせていただきました、私は風景写真や動物写真などを撮影している写真家です。若林さんが撮影した写真に大変興味を持ちまして、ぜひとも写真展に行って拝見したいですと、篠田より篠田さんから来ております。もうそんなその数字の人ダメだって、あとねお祝いのね開催をお祝いのね、俺嫌がってんの、メール来てますよ、いじってんじゃねえよ。石川県ラジオネーム、体ん体育祭、若林さんのぶってるクソみたいなカス写真展開催おめでとうございます。あ、ぶっ飛ばすぞてめえ。こういうねお祝いのメールも来てありがとうございます。体育祭くんありがとうございますね。すげえ。概要をね再度報告しますけれども、発表しますけれども、場所はですね有楽町日本放送のイマジンスタジオでございます。日付が12月5日の土曜日、来週の今日でございますね。時間が午後3時から5時の2時間、短っ、入場無料、同じトーンで言ってやった。当日受付に来ればいいということでね番組ホームページも載せておきますのでご覧くださいと。で何度も言いますが、当日オードリーの2人はいません。あるのはただ若林のぶってる写真だけでございます。若林の、センスのなさをこの目で確かめたいという方、ワースト10選びに参加したいという方、ぜひともおいでくださいませということですな。おい、趣味を取り上げたんだからな、お前は。俺から、いやいや、続ければいいじゃない、いろんな声いただいてさ、意見もらって、これからも発展していけばいいじゃないかよ。いじる人が押し寄せるわけだろ、日本放送に。いや、いじるんじゃないよ。興味持ってくれてる人が押し寄せるわけ。ほんと、フラットに言ってよ、良くも悪くも。いや、だから、そう、良かった、良かったって言ってよ。そりゃそうだよ。うん。ね、だからそのネタの感じはやめてもらいたい、面白いはやめて、ガチでいいか悪いかにして、ね、それは頼む。だから再度言ってみますけども、本当飾ってる写真は、クソみたいな写真なんで皆さんぜひともそのこと隠して、いや、お前見てねえじゃん。ねえ、
え見てねえじゃん。見てないけどだってわかるよ。いや俺は言われたくなくてさ、てさ趣味にしたんだけどさ。いやだからそれをみんなに評価してもらえばそれで評価が良かったら大手を振って、うん、センスの写真撮ってますと。いや俺正直ぶってますよ。静かに ぶらせてよ。それをなんか表に出さないで。いやだみんな評価してもらおうじゃないかってことを言ってるのよ。ああわかりました。うん、いい機会なんだからさ、はい。まあ大体なんですけど罰ゲームだからね。はい。うん、失礼しました。お願いします。じゃあまた来週です。この後また夢でお会いしましょう。